高跳びは助走から踏み切って高く跳ぶことの中で記録を達成したり仲間と競い合ったりする楽しさを味わえる運動です。はい、じゃあお願いします。振り上げ足を勢いよく、うん、振り上げ足を勢いよく上げよう。振り上げ足ってどっちの足？踏み切る方と反対の足だね。踏み切る方と反対の振り上げ足をえいって勢いよく高く引き上げるよ、ね、助走のリズム1、2、1、2バンのリズムでしっかり走ってきて、しっかり走ってきて力強い踏み切りしますよ、ね、そして同時にえいってしっかり引き上げますよ。こういうこと大事だったんだね。ここでは3歩から5歩の短い助走の高跳びにチャレンジします。声をかけてリズムの良い助走をしましょう。強く踏み切って上の方に飛び上がり、同時に振り上げ足の膝を高く上げるのがポイントです。膝を柔らかく曲げて足から着地することが大切です。踏み切り足を決めて飛びましょう。声を掛け合って準備運動をします。短い助走からの高跳びにつながるリズムの感じや動き方を含んだ運動に取り組んでみましょう。足の動かし方を練習するゴム跳びや小型ハードルを使った5歩のリズム走からのジャンプ、高く飛び上がってから安全マットに膝を曲げて足から着地する課題などです。仲間と協力して用具を準備します。最初は3歩のリズムで助走して踏み切りや足の動かし方の練習をしてみましょう。これは強く高く飛び上がるために5歩助走での踏み切り板高跳びに取り組んでいるところです。グループの仲間が挑戦する高さを変えたり、助走のステップの位置を直したり、協力して仲良く練習できるといいですね。また、仲間がチャレンジするときに、1、2、1、2、バーンなど、助走のリズムの声をみんなで掛け合うと、友達との関わりがとても楽しいものになります。はい、それじゃあ練習よく頑張ってできました。これから最後のグループ対抗戦に入ります。こういうこと頑張りたいよってことある人、踏み切りを強くして今まで以上に、うん、踏み切りを強くすることで今まで以上に高く飛べるようになりたいよ。今日そういう感じ練習の中で分かりましたか？つかめましたか？それをじゃあ生かしてね。はい、他に。はい、じゃあお願いします。いつもより振り上げる足を高くする、うん、振り上げの足をしっかり高く上げて飛んでいきたいよ。グループでエールをかけて始めましょう。ここでは断言はじめに3歩助走で跳べた高さを基準にして5歩の高跳びにチャレンジします。個人の記録の伸びをグループで合計してポイントを競い合っています。グループの仲間を応援したり、学習カードに記録する役割を分担できるといいですね。グループ得点はどうなったでしょう？おお、ここも伸ばしたね。62点。得点が10点。はい、じゃあ緑に拍手してあげてください。